あるわ、エリトラ。ナイス。おっしゃ、急に増えてきたな。急に来ましたね。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。ホミチンです。アニキーです。よしです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日はですね、やっと私の背中にないものが手に入ると聞いてますので。ほうほうほう。あ、そうだね。エリトラね、探しに。はい。エリトラがね、やっとつけてもらえるということで。つけてもらえるつけてもらえる。なんぞ、他力本願がみたいな感じなの、はい。自分で探すんやで。いや、そりゃそうでしょ。取りに行けないでしょ、こんなの。いやいや、3人で。これなんちゃってつまんないですよ、なんちゃっての。頑張れ。飛べないでしょうに、これ。一応準備だけはしましたんでね。はいはい。もういつでも手に入れて大丈夫なように。はい。うん。金床、耐久、修繕っていう三種の神器はもう揃えてありますので。ああ、取る前提でね。はい。うん。で、しかも、チェストプレートとか開けてますので。なるほど。ああ、そうだね。はい。なるほど、なるほど。なので、もういつでも取ってもらっていいですから。うん。オッケーオッケー、わかったわ。はい。じゃあ、取りに行くか。今はもう全然、飛べないよね、これね、うん。そうだね。はい。気持ちで飛んでいこう、気持ちで、それは。気持ちではどうにもならない部分もありますのでね。はい。じゃあ、探しに行きましょう。はい。ちなみに非常に伝わりにくい情報ではありますけども、バージョンが 1.14.4 から 1.16.1 になったんですよね。これそう頑張ってね 1.16.1 にしたよ。これなんとか。おーすごい。全く体感できてないけどなってるんですもんね、これも実は。うん。でもちょっと待って、このネザーの明るさ、あ待って、こいつの顔も違うな。そう顔も違うし、あそう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 、ネザーの明るさもデラ見やすくなっとるぞこれ。確かに。あなんか見やすいな。めちゃくちゃ見やすいよ。え、だって色のシェーダーの設定変えてないけどめちゃくちゃ見やすい。あ、変わっとる。なんか。ただそうだね。1.16 致命的な欠陥があって。はい。俺、そのために 1.16 まだやめようかなと思ったんやて。でもまあ、一応今やってるんだけど、このガラス見たらわかるけど、この白い透明ガラスのさ、枠がつくじゃん。はい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 。これだけがね、どうしても俺納得できなくてね。絶対つくんやて、これが。へー。これが致命的なんだよな、1.16。テクスチャーでもどうにもならんやつですよね。ならん。なんか、教えてもらえたら嬉しいなっていう感じだけど、でもすげえ画質綺麗になったことない、なんか。そうっすね。めちゃくちゃ綺麗に見えるぞ、なんか。なんでやろう。空が、ほんで、前と違いますね。ネザーのやつなんかもっと明るかったっすよね。あー、そうだったかな。ってことは、エンドもちょっと暗がっとるのかな、じゃあ。かな。晴天でしたもんね。晴天、晴天。確かに。あ、でも晴天や。めちゃんこ明るいのは一緒やわ。ほう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 。ちょっと待って、そういえば、エンダーパール持っていくの忘れたな。ああ、カル。エンダーパールそこにいっぱいあるんじゃないの。あ、確かに。スッと行ける移動ができないんですよ、僕ね。ちょっと取りに行ってくるわが。うわ、すげえ。ここの、ちょっと待って、エンダーマンのトラップの感じが、うん、3D テクスチャー入れたから、すげえ森感が出て、すげえいい感じになってる。あー、もっさりしますか。うん。ちょっと持っていくわ。あ、めちゃくちゃ、いくらでもあるわ、これ。エンダーパール。持っていくね。あ、ありがとう、ありがとう。はい、取ってきたよ。はーい。え、なんか、これダメだ、取っとるよね。取っとるよね。一瞬、逃げ切やった、逃げ切。逃げ気でしたね。はい、トーン、トーンっつって。アンドゥー、トロワまでいけんかったもんね。アンドゥーで終わったもんね。最後。あ、いて。え？いけたな。いけた、いけた。うん。なんか、前、ここら辺の近くで俺一個見つけたんだよね。あ、行ってないとこですか？いや、そっちの方向に行って、どっちだったっけな。とりあえず、方角だけ決めますか？先に。そうだね。小道にどっち行く？こっちいいんじゃない？こっち。そっちか。オッケーオッケー。そっち行ってないもんね。ああ、ノースの方向？どこに方向変えたんだろう。わかったな。ノース、ノース、ノース。どっち行こうかな。じゃあ、小道にノースの方行くで、俺ら違う方向行ったもんね。ああ、じゃあ、手分けしますか？手分けした方がいいか？まあそうですね。一番効率はいいでしょうね。いや、でもやめとこう。何か事故が起きた時に、あ、そうか。事故が起きた時のリプレイがな。ああ、確かに。一緒におらないかんね。じゃあ。そう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 。でも、エンダーマン荒ぶってねえな今んとこ。うん、島はさすがに渡ってこんへんな。なんか行ったんかなこっち。でも今んとこさ行ったような跡はないよね。うん、飛んでとったらもう分からんけどな。あーって落ちていくかもしれないんで、その時は私も何をお願いされたんや俺は。リプレイもっと感じじゃあ近くに寄って範囲決まってるんですか、リプレイモードは。自分が読み込んでるチャンクかな、今。あー。うん、今20かな。だって。相当ですね。サイこれ壁に当たった時最悪ですよね。ほんでな、俺も全ロスすることになる。僕らはカバーできますけど、その、エリトラで。そうやな、危険危険。俺はそのままスッと落ちてくれ。そうやね。どうしようもないっていう。エリトラってすげえ貴重なんだな。
まあ、そうですね。もうちょっとなんかあれか、あれだ、ハードル低くしてくれんかな、エリトラと。なんか複製できるようにするとかさ。あ、なんかある、あ、ある建物。あ、でもちっけえ。あ、でかいわ。いや、あ、どこやこれ。あっぷえあっぷえ、ここ下まである、下まである、下まである、それ下まである、下まである、これこれ危ねえ。あっぷねえ、これやばい、これは惜しい、惜しい、惜しい、惜しいと言っておこう、これは。うーわ、危なかった。めっちゃ危なかったね。落ちへんの。あー、しゅうどかったけ。あ、結構でかい。あ、シップあるじゃん。あ、結構でかいね。あ、ある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 。ほんとや。これでも、前に俺が取りに来たとこかもしれんのだよな、ワンちゃん。あの、コミチのさ、に、取りに行ったやんね。あの時飛んで、俺、すぐに帰っちゃったから、ありえるんだよね。なるほど。あー、なるほどね。入り口のシルカーがおらへんよ。あ、マジで？見てくるか。おる？こんにちは、シルカー。でも、カシャンカシャン言っとるよ、音は。カシャンカシャン言ったな、今。あ、下に埋まっとるか、これ。入り口が。あー、そうか。ここやな、入り口。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、そこにワープしたんか。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、早くもシルカーの殻をゲット。あ、ナイスナイス。ナイス。シルカーボックスが欲しいもんな、今。そうなんですよね。シルカーボックス減ってってるんで。うん、そう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 。うん、めちゃくちゃ欲しいですよね。うん、スタック欲しいわ。上上がるか。そっち押したら何もないですよ、上。そっちシルカー一匹おるだけですね。マジ？うん。めちゃくちゃ人の夢壊すようなこと言うやん。残念ながら。痛い。おーっと、上がってく。上がってくのを利用して。鬱陶しいな、その、なんか上がる姿。よっしゃ、カラーゲット。ナイス。あ、でもほんと何もないね。あ、アニキス、あれがいるじゃん。エンドロット。エンドロット欲しいって言ってたじゃん。あ、そうそうそう。そうだそうだ。エンドロット取ってこ。持ってこ。あ、ちょっと待って、ここのはしごってなくなったの？ん？どう？お、はしごなくなっとるやん。はしご？うん。エンドシップのさ、とこのはしご。え、じゃあ俺、取りに来たか、もしかして。あ、一択せえ？一択せえんじゃね、それ。嘘？うん。俺なんか、はしご取った記憶があるんだよ。ある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 。ある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 。ある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 。あー、よかった。あ、よかったよかったよかった。あー、危ね。あるやないの。もうちょっと、呼び虎取ろうぜ。そうっすね。よいしょ。そうっすね。呼び虎いるぜよ。あ、そっか、コミチのあれか。あの、エンチャントしに行かなあかんな。どこや？どこにおんねん、あの子。あ、でもレベル6あるんで、今。いける？ワンチャン、いけそうな気がする。あ、いけるいける、ちょうどいける。おー、ナイス。おっしゃ。次行くか。ほな、どっち方面行きましょうね、これ。エンドシップの方向でいい？うん。ノース。ノースで、はい。わーい。お、早くも飛べるようになったで、めちゃくちゃ効率的だな。あー、久々の感覚。この風を切るこの感じ。ねえ。めちゃくちゃ効率いいんじゃないこれ。久々やなー。こっから、あれよあれよと見つかっていくやろ。うん。こっから早いんじゃない？ね。もう、あったー、連発よ。あったー！あ、マジ？早っ！あったー！早見、あ、ほんとだ。ほい。あ、ねえなー。あ、でもち、ははは、でもいいや、シルカーは。シルカーはやっぱ欲しいな。よし、落ちた。下に落ちてった。お、ナイス。これも途中、下の方にもおるんかな。おるやろな、でもこれ。入り口じゃないですか、だから。入り口のところにいますからね、まず入り口。あと入り口で終わりかな。ほんと？あ、ここにおったわ。倒した。あ、でも落ちずだな。行く？次。おーい、どっちや？さらにノース？うん。うん。はーい。エリトラだもんな。欲しいのは。ゲストラ欲しいですね、ゲストラ。ゲストラ与えてなくされたらマジで、しばき回したくなるな、それ。ゲストほら、なんでゲスト呼んだんや、なくすのとはまた話が違ってくるんです。仲悪いや、その人。借りたもんはちゃんと返してもらうと。ゆっくりそうやな、ゆっくり見んと、結局、早く行っても見逃しとったらしゃあねえもんな。やべ、島があったらちゃんと見な。なんにもない。あ、やべ、ロケット花火が使えん。怖い怖い怖い。なんで？ロケット花火が使えん。怖い怖い怖い。あ、お前や。あ、動かへんくない？俺もそう、俺もそう。やばいやばいやばい。おわっと、おわー、ちょっと待って、危ねえ。怖えよ。地面泳いどる。あ、これやばいな。ね、おーさあ。はーい。これ危ねえな。めちゃめちゃ戻された今。そう。これは危ないぞ。ほんとそれ。死ぬ。楽に殺される。結構な楽だな、そして。あ、やった！また来る！これ、あかんで！あ、またできんな。これあかん、これあかんですよ。あ、やばいやばいやばい、また来た。またやだ、またやで。ちょっと！あー、じゃあ危ねえ！衝撃に備えた。結構下まで行くのが怖いんやで、マジで。おっと！はーい！危ねえ！あー、危ねえ。あ、なんかあったよ！あったわよ！あ、オッケー。あ、でもこれ、シップないんじゃねえか。マイナス586のマイナス4400。あ、シップねえか。ああっ、ナイス。マジ？あったけど、どうなんだこれ。シップある？多分、頭あるで。あ、オッケーオッケーオッケー。ナイス。ある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 。マイナス210の、
マイナス4800。おい。あ、ちょっと待って、こっちにもなんかあったわ。お、マジ？頭ある。あ、エリトラあるかも。ちょっと取ってくる。お、ナイス。じゃあ俺も取るね、そのまま。ナイス。あるわ、エリトラ。ナイス。おっしゃ。急に増えてきたな。急に来ましたね。うん。急に来たね。いやでも騙されん、騙されんぞ。俺はこれでもう。いやまだこっからなんじゃないの？これでも帰る。あ、この勢いで。いやいやいや、こっから流れ来たと思ったら、思って続けると地獄見ますから。来たんじゃないの？流れこれ、コミチン。ちょ、合流しよう。どこにおる？コミチン。じゃ、コミチン合流？マイナス256のマイナス5977。あ、こっちか。オッケー。一個だけの塔じゃないこれ。あ、そうっすね。これ見た？まだ見てないし。やっちゃいますか。うん。なんだこれ、こんな塔だけで存在することもあるんだね。お、なんかいい音したな。誰か狙われてるよ。あ、俺。あーい、あーい。え、わーっと。え、どのタイミングでよ。え、まだ落としとるぞ。でも俺もじゃない。いや、これはコミチン、僕にいいですね。見とったやつやで、大丈夫ですけど。あ、申し訳ない。ちょっとアイテム、そうね、シュルカーボックスいっぱいあるから詰め込んで。オッケーオッケーオッケー、詰めるわ。ちょっと寝るわ俺。寝るわ。オッケー。エリトラ結局何個、3つ取れたの？僕1個ゲットして、俺も余分に1個かな。あー、なら3つか。帰りますか。ほんなら あの、うん、エンダーパールいらないんで。あ、なんか目やってる。よっしゃ、逃げて。逃げるのはめちゃくちゃ早いよ。言われる前にもう逃げとったもん。じゃあ待って、一旦ちょっと遠く行くわ。めっちゃ早かったぞ今逃げるの。めっちゃ早かったっすね。うん、誰かじゃないのかって思うことはやめたもん俺。俺だっていう、まず俺だっていう。あ、てかこのままじゃが直で俺あれじゃない、エンダーパールを投げ込めば、ね、パールいらないですよ、入ればいいです、入れば。あ、そっか。よいしょ、入った。あ、いか、嘘、マジやめて。え、さ、僕入ったんでもう戻れないです。ちょっと待って、ほんと？オッケー。あー、来た来た来た、入った、入った、よし、入れた。おい、早かったな、よしさん。ふふ、早いやろ、逃げ足だけはめちゃくちゃ早いよ。よし、戻ってきた、コミチン。いやー、二人でイチャイチャしやがってよ。イチャイチャしてない。必死こいて帰ってきていて、マジで。マジで怖いね、エンド。いやー、ありがとうありがとう。最後ほんと気抜けてトトーンで僕死んじゃいましたからね。いや、しっけしっけ。いやー、もう行かんけりゃよかったな、あの塔。あの塔。しまったな。俺があれを取ろうと言ったばかりに。そうですね、じゃあヨシさんのせいですね。なんで。合計でエリトラが3つ増えたのと、はいはい、シュルカーが多分10個ぐらい取れましたね、シュルカーボックスで多分、うん、むちゃくちゃやったなこれは。俺もうね、めっちゃあるよ。俺27あるから、殻が。すげえやん。え、マジでむちゃくちゃあるじゃん。でも13個で、俺も3個とか8個か。なるほど、20個ぐらい増えたんか。20個以上増えたな、うん、そうやね。うおー、すごい、むちゃくちゃいいね。デラ上がり。あー、よかった。これでどっかに置き忘れても大丈夫やんね。そうやね。そうやね。忘れるんやな。そうやね、置き忘れんように気をつけて。うん、いやでもほんと企画の時とかにやっぱシュルカーにまとめてある程度準備するのがほんと非常に効率がいいので。そうやね、そうね、うん、っていう感じですね。はい、うん、じゃあ、今回やっと僕翼を授かりましたので、はいはい、次回こそ 1.16.1 らしいことをね。そうね、うん、まあ一つずつちょっと噛み締めながらね、やっていけたらなと思いますね。そうやね。はい。それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。